はい、さい、チャンプルーです。今はまあこうね、ちょっとまあショッピングモール、小さいショッピングモール、まあでっかいかなに来てます。まあこんな感じですねまあ電動一輪車でね、こんな感じで座ったり立ったりしながら、こう電動一輪車でこうちょっとドライブをしてるんですが、今日はちょっとね面白いことを考えました。多分ね、皆さんあのショッピングモールの裏側みたいなところはあんまり通らないと思いますね。あ、ここに寿司花っていうのがありますね。お寿司屋さんがありますね。すいません、ちょっと走ってるんで映りにくいかもしれないですね。寿司花っていうのがあります。面白いですね。オープンしてますね。あれ、日本人の格好をしてる方ですね。ちょっと後で来てみてもいいですね。まあちょっとね、あの裏側の方をちょっとドライブして、ショッピングモールの裏がどういう形になってるのかっていう形でね、ちょっと裏を回ってみたらそう思いました。あんまり見たことないでしょうねとかっていうことで、まあね、いろんなあのお店がありますね。お、レキサスかっこいいですね。こういう感じで、あ、ステープルもありますね。ね、まあショッピングモールのね、これから裏側の方をちょっと回ってみたいなとかって思いますね。これはポストオフィスのね、あの配達、郵便配達屋さんですね、この車。あっちこっちにジャンプするところがありますね。バンプがありますね。駐車場もね、おいしょっと、まあ、こんな感じで。お花も結構咲いてますね。綺麗な花ですね、これ。あまり見かけないですね。ね。ジャンプ、おいしょっと。今回の企画は、そうですね。裏側ですね。裏側、まあね、もう本当フロリダっていうとこういう水たまりがあっちこっちにいっぱいありますね。あ、オノトリもいますね。あ、ガチョウですね。あれは映らないですね。あ、ここから今日のメインですね。あんまりね、やっぱり見かけないと思いますよね。消火栓のあれなんでしょうかね。で、こういうイマージェンシー用のこうでもなくて、屋根にアクセスするだけのやつかな。ちり箱とかですね。まあ従業員がたまに多分裏にパーキングするスペースもあったりするんですけど、ショッピングモールの裏とか、まあやっぱり代表的なのがこのちり箱ですか。ゴミ箱っていうかな、こういうなのか。すいませんね、ちょっと揺れますね。あとトラックをね、あのこういうところはこうトレーラーとかが入ってきてね、そこで荷物を下ろすっていうやつですね。こんな感じで、これはチリだと思いますね。まあ裏がこんな感じですかね、大体。あんまりね、あの一般的には裏はねこう行かないんで、ここもねトレーラーをこう横付けして、まあこういう形でね、あのスタッフの人たちが車をパーキングしたり、スペースがあったりしますね。
貴様ようだね、チャンプルーさんなんでこんなところをみたいな見たくないのにみたいないや中にはねこういうのを見たいって思う方もいらっしゃるかもしれないですよね。まあこんな感じですかね。まあちょうど一周してきましたね。この寿司花さん、なんか絵を見ると日本人っぽい感じがしましたね。オーナーなんでしょうか。寿司花って書かれてましたね確か。こんな感じですね。なんとなく日本人っぽいですよね。私も映ってますね。そんな感じでね、ジャパニーズフード寿司ってなってますね。なんとなく親しみを感じますよね。さすがです。